トラ、法仙の聖光増図未行家庭2年5月14日は、南宗の公州の臨在宗の僧。実際の戒名は、同性という。戒律を守らず、風教で知られ、半ば伝説的な存在として、後世の小説や語り物の主人公となり、また仏教を離れて、民間信仰の対象となった。聖光活物、墨いただき、聖書記など、様々な呼び名で知られ、 現在も中華圏で人気のある人物である。同性については、同時代の記録が多く残っており、実在の人物であることは明らかである。同性の知人であった、巨漢の水海院法園奏社里透明によると、同性は、水院とも、法園僧とも言った。属性は、李であり、天台出身の臨海軍上であった、李下がうつぎへの雷孫にあたる。霊院寺で、 二日前人の弟子になった。家庭二年五月十四日に神津寺で没した。各地を旅行し、酒を飲んだという。同性は、早くから、頂き郷で知られ、その没後間もない十三世紀の前奏の五六に、しばしば、住み頂の名で現れる。ウ安、広島の五六にある、三仏祖では、住み頂き初期を、観音大師、だるま大師、百条大師、 古帝王将と並べて散談しており、すでに伝説の人になっていたようである。また、天道女城の五六にも、産物祖があり、その、墨いただき氏には、天台山浦五百牛、戸辺でいただき教舎一等、最人縁家万人岩、おはろ大関天風流、と読まれている。これは後に、墨港を五百羅漢の生まれ変わりとする伝説を生んだ。同性が作ったとされる詩文は、 神津寺師や大山本教に残されているが、いずれも、真の時代の書である。聖功を、主人公とした小説として、現存最古のものに、戦闘コイン積みいただき前事語録がある。これは、聖功の語録の形をとっているが、内容はフィクションである。民末から清にかけて、水母大前伝など、多くの小説が書かれた。特に流行した新末の、 成功前伝は、全240回の紹介小説で、分類上は、神魔小説であるが、三キャン五ギのような公安小説、武教小説の影響を強く受けている。成功を飲酒、肉食する、破壊坊主だが、人随力を持ち、悪を凝らし病人を治す民衆の味方として描いた。中華人民共和国、香港、台湾で、多くの映画やテレビドラマが作られている。 1993年のジョニー島の映画、マット、モンクマカイ・ドラゴンファイターでは、チャウシンチーが、スミコを演じた。聖光は仏教を超えて、同教的な民間信仰の対象として、信仰されている。聖光ゆかりの地とされる、甲州市の霊院寺、神津寺、虎、宝泉や天台剣などには、聖光を祀る平等がある。 台湾でも高尾式三区の大鳥山寺にある巨大な墨構造をはじめ、聖光を祀るところは多い。一貫堂でも祀られている。聖光の姿形は一定しないが、多くは服をだらしなく着て、帽子をかぶり、首から巨大な地図を下げ、破れた扇や氷炭を手にしている。日本では台湾法王三史、元道釧路文院が置かれ墨構造が鎮座している。 ありがとうございます。